大家好，我是高姑妈。我老公要参战，聞いてるんだけど、なんか日本男性の意見から見ると、もし立場が変わってよしきが江宏杰、じゃあ妻さんが浮気してなったらどうなるのって。俺本人だったらまあ別に OK かな。許せるということ？まあ外人だししょうがないかな。外人だから許せるっていう感じ？日本人男性一般的にも許すんじゃない？浮気しちゃいそうだし。自分が？日本人。自分も浮気しちゃいそうだから。やっとこう。一時期に妻さんがしちゃったら。よっしゃー。なんで？こっちもいけるみたいな。やばいじゃあこいつは本気で言ってるの本気で本気本気それあとの自分表情がやばいでその後も自分も浮気しちゃうでも分かんないそれは分かんないねでもまあ浮気しちゃう気持ち分かるだから気持ち分かるでも奥さんが戻りたいなら戻れるでも心なんかすっきりしなくない寝ちゃったしよとすっきりしないんじゃない？でも我慢する。我慢するかな。もう家庭内の関係がやっぱり悪くなっちゃうんだよね。パワーバランス10ゼロ。パワーバランス10ゼロいいね。俺肯定。確かに。まあそれはまあそうね。あそういう考えはね。妻はもうこれからもまああげないとか、そうね、なんも言う分ないし、一回許しちゃったからね。じゃあもし妻帰らないじゃみたいな台湾戻らないや。どうぞ。日本の男性浮気する場合どんな感じ？離婚するつもりはない。ある？ないでしょ。まあ、ないだからまあ、うまく隠すね。隠せる。許した上で私、俺も浮気しよう。一番いい。そういう家庭だよ。おかしくない。論理道徳がもうなくなっちゃう。家庭は今の奥さんと。でも性行為だけ外で。性行為だけ外だ。だって夫婦になったらしないじゃん。さっき言ったじゃん。なんか日本で結構浮気よくあるって。旦那が浮気してるって知ったのに、なんで我慢し続けてるのって。台湾なんか浮気あったらすぐ離婚しちゃう。自分の生活能力がないからじゃないの？まあそうね。で台湾と違ってファミリーのサポートもないじゃん。ねえ。例えばなんか知り合いの中に一人の友達がなんか。就是我们有认识的一个朋友，就长期吵架，后来就离婚了。女的想要离婚，女的主动想要离婚。那因为反正她有钱，然后她工作也蛮顺利的，所以女生主要她们不敢离婚的原因是，经济就算自己有在工作好了，她的经济来源还是老公居多，那自己的经济能力真的就没有那么强。而且这个日本这个社会对单亲妈妈非常的不宽容，甚至在日本。单亲妈妈很难租到房子。日本で結構シングルマザーって大変じゃない？なんかいろいろ。ちゃんと制度を使えば大変じゃない？だいたいの人みんな制度。分かってない。分かんない。ああ。見た方がいい。ヨユキね、結構詳しいね。なんか因为我一直觉得可能看一些包装杂志会觉得日本女生在就是日本是不好生活。可是我老公说没有女。单亲的妈妈其实日本政府会很多政策，只是你不知道，没有去查而已。他对吧？那个高齢住宅が優先，学費は無料なの？不用学费？まあ医療費は子供あ自分も没有，就是不用单亲妈妈是不用医疗费的，然后小孩当然也是不用，小孩本来就是到中学都不用了，但是医療費すごいね。学費学費自分の給料が年間150万未満だったら200万ぐらい国がくれる。200万の？うん。靠操で。で学費かかんない家も安い。房租也很便宜。会住那个都营都公営住宅。で公営住宅大体いくらくらい？月。シングルマザーだったら2万ぐらい。一个月2万块，2万日币，2万日币多少钱？差不多不到6000吗？みんな私の中にはなんかシングルマザーって女性貧困化を直接にリンクしちゃうんだけど、そういうの知らないとはまあ知ってるかわかんないけど、そういうお金もらいたくない、施しを受けたくない。なんで？
面に、もともと日本の教育がそうじゃん、人に迷惑をかけるな、まあそういうことあるね。だからなんかホームレスも実はなんかいろいろもらえるけど、もらいたくなくて自分でホームレスになるんだよね。どこのホームレスもだいたいさ、紙コップ持ってお金くれって来るでしょ、ね、日本はああいうのないもん。そう、你并不是不能领，是不想领，不然日本的政府其实能给的一些补助金挺多的，但是外国人就不知道，可能很难吧。日本人の男性、相手を選ぶときの女性好き。相手を選ぶとき？どこで？人それぞれだけど、まあそれはいつかは子供を作ろうかなって思うから、可愛くて、胸が大きくて。家が裕福なのが一番いい。全部ねえじゃん。全部ないの？全部ねえじゃん。ないの？ダメだな。間違えちゃった。まあ本気に例えばどういうところが。いやまあでも生活してて楽なのがいいんじゃない？楽な人。楽な人ってどういう人？楽な人抽象しすぎる。楽って経済的楽？気持ち的楽、気持ち的楽、価値観が近いとか、あ、価値観近い人と、うん、いつも高級レストランで食べたい人はちょっとダメ、無理だ、ね、それ賢者が離婚したら言うじゃん。奥さんいつも高級レストランで食べたいとか、誕生日プレゼントはブランドのバッグ、うん、やばいな。どんな性格の女性とか選ぶときやばい性格でしょ。性格だね。それは人によって違うんだよね。俺はやっぱ社交的な人がいい、ね、社交的な人もいい、そうね。俺の仕事とかを理解してくれる人がいいね。うるさく言わない人だよね。よく言われる。いくら今日いくら今日何人してる。コロナウイルス中でさ、コロナウイルス中でさ、なんか店が潰れるかなと思って怖いのよ。潰れはどうしようと思ってる。いくら来たの。あ、寝起き、刚睡醒。あ、じゃあパパのどこ行く？パパのどこ行く？やだ。アイくんなん、アイくんなん。アイくんなん、アイくんなん。じゃあ台湾で1年ぐらい行ったでしょ？台湾の女性をどう思うの？台湾の女性20人ぐらいしかわかんない。20人でどういうこと？付き合ったの？経験20人ぐらいしかわかんない。そんなんでもいいの？20人で答えてください。まあなんか距離感が近い。距離感が近い。なんかでも日本のカップルでも付き合ってばかりも結構距離あるよね。離れて歩いても。わかんないけど、でもなんか台湾の女性距離が近いな。例えば友達でも近い。友達でも近い。ドキドキするんじゃないの。これはして。嘘や。嘘や。俺はしない。でもくっついちゃってるよそれ。で例えばな、あと何言うの。まあ気さくだよね、明るくて気さく。ああ、気さく、まあ気さくね、うん、でもいいと思う。うち結婚してなんか5ヶ月でプロポーズしてたじゃん。そうな、そうだよ。それはお前の幻想だよ。で、ああ、この人いいなと思ってる時瞬間なんで。いやだからまあこの人だったら、うん、まあなんか楽しそうだなみたいな。あ、やっぱりそれで一番結婚のきっかけになっちゃう、うん、最初、うん、結婚する前にもちょっと心配じゃない？外人だし。だって日本は結構別にどこの国に移動しても外人に やっぱりちょっと結婚前で入らない。それは男が、それとも親が。あの、まあどっちでも。台湾ではやっぱり親の意見すごい大事だよ。日本は別にどうでもいいでしょ。でも、うん、まあ一応聞くんじゃない。聞くんだけど、まあ、家同士の結婚だからね、まあ、できれば、ね、納得してもらいたい。だってあんまり家帰んないしね。うちらはちょっとおかしいだけど、毎週帰ってる。外国人と結婚するのはちょっといいあるじゃない。外国に慣れ親しんでない日本人は外国人はちょっと苦手なんじゃない。外国での生活がある人があったら全然問題ないでしょ。そっか、やっぱりそう、差はそこね。日本に出たあるか出たないか、いや旅行だけは多分や無理って。やっぱりある程度海外で生活の経験ある。如果还有什么问题，太麻烦留言喽。今天就是日本男子的想法。我老公不知道是能不能代表全日本啦，但是就是大概是这种感觉喽。那他真的在台湾已经待过年，所以他其实蛮能体
体谅外国的女性的想法，然后对我的宽容也很大。那有什么问题麻烦大家发问，想要知道日本的任何事情都可以。拜拜。